堀切笹ささみは、日本の政治団体、桜井誠が党首を務める日本第一党の党員。長野県出身。桜井誠が創設した、右派系市民グループである、在日特権を許さない市民の会に2010年頃から参加し始めたが、2014年11月の桜井、誠の大会と共に大会している。現在は行動する補修運動及び、日本第一党で行動している。 2016年7月の東京都知事選挙では、桜井誠候補の主要スタッフとして活動。2016年8月13日、半安国、反天皇、極左キャンドルデモへのカウンターの現場責任者として、指揮を取る。2017年8月15日、8.15、反日勢力包囲殲滅反日勢力から日本を守り抜こう、の現場責任者として、指揮を取る。 2018年2月13日、桜井の代理として、内閣府、財務省のそれぞれを訪れ、日韓合意に絶対反対する署名、日韓通貨スワップに絶対反対する署名の、それぞれの署名簿を提出した。2018年8月11日、半安国、反天皇、極左キャンドルデモへのカウンターの現場責任者として、指揮を取る。 2018年8月15日、8.15、反日勢力包囲殲滅戦売国奴から日本を守り抜こう。の現場責任者として、指揮を取る。2019年4月に、第19回統一地方選挙の一環として、実施された新宿区議会選挙に、日本第一党公認、日本国民党推薦候補者として出馬し1129票で落選。 2019年8月10日、キャンドルデモへのカウンターの現場責任者として指揮を取る。2019年8月15日の反転能性運動連絡会へのカウンター行動の後に桜井誠を応援する会の会長に就任した。2020年4月の東京都知事選挙では桜井誠候補の後援会長として選挙運動をサポートした。 2021年10月に実施される第49回衆議院議員総選挙において、日本第一党の比例東京ブロック候補者となる。ありがとうございます。